つい先日、米、ノースカロライナ州で、ビルの壁に鳥の集団が、次々と衝突して死亡する、という出来事があったばかりですが、今度は、イギリスでも、鳥の謎の墜落死が、発生していたことが、英国の報道で明らかになりました。10月7日、イングランドにある、コンベントリーという町の、大学病院の屋外フロアに、 数多くの鳥たちが床に落下して死亡しているのが発見されたのです。どうやら短時間の間に次々に鳥が落下して死亡していったようなのですがこれまでこの地においてこのようなことが起きたことはありません。報道によればコベントリー大学病院側はこの出来事が起きた後にすぐに警察と 英国動物虐待防止協会に連絡を取り、原因究明を依頼しました。動物虐待防止協会は野生動物を保護する観点から、このような原因不明の動物の大量死の際にも調査に当たるのだそうです。現時点では原因はわかっていませんが、ただ、報道によれば、この大学病院は最近、 新しい 5G インターネットテクノロジーシステムを導入したようで、それが原因ではないかというようなことを言う人たちもいるようです。5G テクノロジーの環境への影響についてはいろいろと言われる部分もありますが、すでに設置、採用が進んでいるテクノロジーでもあります。因果関係は不明ですが、アメリカとイギリスで連続して、 謎の鳥の落下事象が続いていることは気になります。他の国でも頻発し始めた場合、原因は磁場であれ、ゴジであれ、あるいは他であれ、何か大きな異変が地球の空間に起きていることを示しているかもしれません。